はい、本日はですね、僕が持ってるショートパンツの紹介をしたいなというふうに思います。で、他にもですね、トップスとか、パンツとか、今までカバンとか紹介してるんですけど、ショートパンツは今まで、寒かったんで紹介してなかったんですけど、これから多分ショートパンツよく履くので聞かれることもあるかなと思って、もう先に撮っとこうと思って今撮影してます。では早速紹介していきたいんですけども、普通の街用のパンツが3着で、水陸両用が2着で、水着が3着っていう感じの計8着になりますので、8着紹介していきたいなと思います。ではまず街用から、まず一つ目がですね、こちらのグラミチのニューナローショーツになります。でこちらがですね、グラミチといえば、よくこの垂れ下がってるこのマークを見るかなと思うんですけど、このランニングマンのマークを見ると思うんですけど、これがもともとクライミング用のパンツっていうところになってまして、ウエストがこうゴムになってたりとか、あとガゼットクロッチって言って、ここにこの股のところにこういう布を当ててて、足がですね180度開くような仕様になってて、クライミングってこう足を広げることが多いと思うので、その開閉がしやすいようにこういう風なディティールになってます。でこのグラミチのパンツなんですけど、これがもうクライミング用という感じで、機能的にはなってるんですけど、形としては3つあって、グラミチショーツっていうやつと、で次スタンダードショーツで、ニューナローショーツっていうのがあって、僕このニューナローショーツっていうのを購入してるんですけど、僕が持ってるこれが一番、細いタイプになってるので、細いタイプっていうところで、さらに 2% だけポリウレタンが入って、よりこうストレッチ性のあるような生地になってます。ただ見た目は結構コットンライクな見た目なので、使えば使うだけちょっと味が出てくるような感じになって、次また2着目で紹介する色違いのやつとかはもうちょっとこう色が綺麗に抜けている感じなんですけども、はい、そんな感じになるので、一番細いタイプのパンツになってます。でこちらがですね、基本的にはウエストがゴムっていうところなので、僕がだいたい178センチ、65キロ、ウエストが76、7ぐらいなんですけど、 M サイズを着用してて、そんなにきついっていうこともないんですけど、もしかしたら S でも入るかなっていう感じで、こちらですね、この留めるところに関してはこれはですね、片手で調節できるようになってて、こうカチッてはめても、例えばここをピュッて押したらこうどんどん緩まっていったり、で逆にここの紐を引っ張ってあげればどんどん締まっていったりするような感じになっているので、サイズ調節も楽になってて、その辺もやっぱり機能的に作られているパンツかなというふうには思います。はい、ではですね、こちらの着用してる様子を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。はい、次はですね、先ほどのグラミチのショーツの色違いのこちらはネイビーになります。でこちらもですね、購入してからだいたい2年ぐらい経ってて、先ほどのパンツも2年ぐらい経ってるんですけど、もともとはこちらのネイビーを買ってからもうちょっと派手な色が欲しいなと思って、先ほどのイエローを買ったんですけど、このネイビーに関しては結構洗濯とかガンガンしてるので、ちょっとずつこう当たりが出てきてるっていう感じで、デニムとかにもよくあるんですけど、ちょっと白くなってるような感じで、こんな感じとか、あとウエストのところのとこもちょっと白くなったりとかしてるような感じなので、ちょっとずつこう使ってる風合いが出てきてるかなというふうに思います。でこちらも同じ、全く同じタイプのニューナローショーツになってるので、一番細いタイプでポリウレタンが 2% 入ってるという形になります。こちらも同様 M サイズで着用してます。あ、でですね、先ほど言うの忘れてたんですけど、こう後ろのポケットとかはそのクライミング用っていうこともあって、こちらが普通のポケットじゃなくて、中にテープ、マジックテープが付いているので、物が落ちにくいような設計にもなっています。はい、ではですね、着用シーンを見てもらいたいなと思います。どうぞ。で最後のマッチ用なんですけども、最後がこちらのスウェットパンツになります。こちらが、リーデニムとかでよく見ると思うんですけど、リーっていうブランドのスウェットパンツになってて、特にこれに関してはこだわってるような感じは全くないと思うんですけど、可愛らしいかなと思って買ったっていうだけで、スウェット系のパンツやったら何でも合うかなと思って、はい、持ってます。ちょっとワイドめな作りになってるので、一応 M サイズでは履いてるんですけど、ちょっと横のシルエットが大きくて、なおかつ、縦が結構短い感じのシルエットになってるっていうところで、それ以外には特に生地とかはただのスウェットですし、機能的なところっていうのはないんですけど、ポケットが普通にあるかなぐらいの感じのパンツになってます。はい、では着用シーンです。どうぞ。
はい、では次はですね、水陸両用のパンツになってます。こちらも同じアイテムの色違いになってるんですけども、4つ目がこちら、バギーズショーツになります。このパタゴニアのバギーズショーツって、まあ、ご存知の方も多いんですけども、まあ、水陸両用で使えて、でなおかつ、履いてて楽っていうところもあるので、まあ、以前店員さんともお話してる時に、まあ、これあったら、まあ、街用にもなるし水着にもなるし寝巻きにもなるっていうふうにおっしゃってはって、僕実際これ履いて寝たんですけど、あ、これでいいなと思って、去年使ってたパジャマのハーフパンツはもう捨てちゃって、もうこれを寝巻きにもしようというふうには思ってるので、使い勝手がいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、詳しいことはですね、以前の動画でパタゴニアのパンツで紹介してるので、またそれも出しときますので、また興味あったら見てみてください。はい、では、着用シーンです。どうぞ。では次はですね、先ほどのバギーズショーツの色違いのこちらになります。正式名称は多分この下に今出てると思うんですけど、まあ、この色味っていうのも一応去年も出てたらしくて、先ほどのネイビーっぽい色味はなかったらしいんですけど、今年の一応新色としては出てるらしいんですけど、まあ、やっぱこういう派手な色っていうのはゴールデンウィーク前とかに売り切れちゃったりするらしくて、だいたい2月ぐらいから入荷っていうのが毎年してるらしいので、まあ、もし興味ある方とかで、まあ、ちょっとこう人気のカラーが欲しい方とかは、まあ、2月3月ぐらいから狙っとくのが、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こちらも全く同じように水陸両用のパンツになってます。では、着用して見てもらいたいなと思います。どうぞ。では最後、3着です、3着とも全部水着になっちゃうんですけど、水着の紹介です。まず一つがこちらのTCSS っていうオーストラリアのサーフィン系のブランドなんですけどの、海水パンツになってまして、これがおおよそ多分3年ぐらい前に購入してるものだと思うので、結構色とかももともとは黒やったんですけど、色が薄くなって、こんな感じで薄くなってます。でここの TCSS っていうブランドって比較的、まあ、そのサーフィンとかのサーフ系のブランドっていうところもあって、丈とかも結構短くて、まあ、今っぽい感じ のシルエットになってるんかなというふうには思います。まあ、結構これは日本でも取り扱いの店とかも結構多いですし、まあ、毎年いろんなカラーが出たり、もっと派手なやつもいっぱいあるんですけど出たり、まあ、こういうシンプルなやつもあるっていう感じになってます。で、まあ、こういうポケットとかにはこういうふうにサーフィンをする時とかに、まあ、車の鍵とかも付けれるようになってるっていうところで、まあ、この辺がちょっとサーフ系っぽい感じかなと思います。では着用してみてもらいたいなと思います。どうぞ。はい、では次はですね、先ほどの TCSS、 また同じブランドなんですけど、この TCSS のもう少しちょっと派手な感じのパンツになってます。こちらも海水パンツになってまして、まあ、さっきのパンツとあんまり特にシルエットとかも変わらないですし、この後ろの鍵とかもつけるとこもあるので変わらないんですけど、まあ、少し派手な感じで、で、まあ、この紐とかが黄色なのもちょっと可愛いかなと思って、まあ、購入してました。でこれは確か、セールかなんかで買って、やっぱこういう派手なやつってあんま人気ないのかして、売れ残ってて、でたまたま購入したっていう感じになるんですけど、これに関してはですね、ライナーがない、中のライナーがなくて、先ほどのはライナーがあるんですけど、これはライナーがないので、まあ、インナーパンツを履いて履くっていう感じになるんかなと思うので、まあ、海パンっていう形もできますし、まあ、普通のマッチ用のパンツとしても履けるんかなというふうに思いますが、もともとは海パンとして売られてました。はい、ではこちらの着用シーンをどうぞ。でですね、最後のパンツはこちらの海水パンツになるんですけど、こちらはですね、アメリカの昔のブランドになってまして、僕たまたまセレクトかなんかで見た時に販売してて購入したっていう感じで、値段が多分1万2000円ぐらいやったと思うんですけど、で購入してて、まあ、色味がもうレトロで可愛いなと思って、まあ、購入したっていう感じになります。これは先ほどの2つのパンツに比べると少し丈が長い感じになってて、まあ、それ以外は特に普通の水着っていう感じなので、はい、そんな感じになってます。まあ、ここのボタンとかもスナップボタンがついてるというような感じにはなってます。はい、では着用してみてもらいたいなと思います。どうぞ。
はい、という感じでですね、まあ、基本的に、まあ、単色のベーシックなものが何個かと、あと派手なのが何個かあったらいいかなと思って、まあ、今これぐらいに抑えてるっていう感じなんですけど、まあ、今年は多分これ以上買い足さない予定ではいてるんですけど、まあ、今後ちょっとどうなるかわからないですが、まあ、今のところは買い足す予定はないという感じになってます。で、他の、まあ、僕普段よく着てるノースフェイスのパンツとかはまたあの違う動画で前回紹介してると思いますので、まあ、そこ見てもらったらいいかなと思うんですけど、というので、まあ、今回ですね、これが、僕の、ショートパンツ全部紹介してみたという動画になります。以上、ありがとうございました。